こんにちは、岩間よい子です。今回ご紹介するのはこちら、バーバーバー、人生変わるお酒をやめてよかったこと5選。よい子はもともとお酒が大好きで毎日飲んでたんですけど、2017年5月15日に断酒をしました。そこから5年間一度も飲まずに断酒を継続しています。断酒をする前は飲まない日はなくって、仕事終わったら夕飯と一緒に発泡酒の 500ml をまず飲んで、その後はワインとか焼酎に切り替えて眠くなるまで飲む、これが毎日でしたね。休みの日は朝から飲んでしまっていました。次第にお酒を味わうことよりもアルコールを摂取して酔うことが目的になってきて、 1.8 リットルの安い焼酎とか、アルコール度数に対してのコスパのいい安いウイスキーを飲むようになっていったんですね。毎日ただ酔っ払って時間を無駄に過ごしてしまっていたので、これじゃダメだなって思って思い切って断酒をすることにしました。実は本格的に断酒をする以前にも、飲む量を減らそうとか、週に1回は休肝日を作ろうとか挑戦したこともあったんですけど、そういった適度に飲むっていうのは逆に難しくて、何度も挫折してしまいましたね。もう完全に断酒、一生飲まないって決めてからは飲まない生活を続けられています。私は大好きだったお酒をやめて人生が変わるくらいいいことがたくさんありました。今日はそんなお酒をやめてよかったこと5選をご紹介します。お酒をやめてよかったこと、まずはこちら、痩せました。サムネにもある通りかなり痩せましたよね。断酒前は48キロ、現在が43キロなので5キロ減りました。お酒自体が太るっていうのもあると思うんですけど、飲んでる時に結構食べちゃってたんですよね。普段は太ること気にして食べるの我慢することもあったんですけど、お酒を飲むとセーブするっていうこともなくなってたくさん食べちゃう。あと朝まで飲んだ後に締めのラーメン食べちゃったりしましたね。断酒してからはそういうことはなくなったので普通の食生活になりました。そしたら特に食べるのを我慢したりとか運動したりもしてないんですけど、自然と痩せていきました。お酒飲んでなかったら締めのラーメンとかありえないですからね。あとこの断酒前の太ってる時、身長156センチ48キロなんですけど、なんか48キロよりももっとあるように見えませんか？以前の動画でも痩せる前の写真をこの時48キロでしたって出したら、いやこれは48キロよりもっとあるはずだ、サバ読んでるっていうコメントがたくさん来たんですよ。ただビフォーアフターの写真でビフォーの方をサバ読むってあんまないと思うんですね。痩せた後の方をサバ読んでさらに痩せて見せようっていうならわかるんですけど、こちら痩せる前なのでサバは読んでないです。48キロがマックスですね。ただそれ以上に太って見えるっていうのはお酒のせいでむくんでるっていうことなんですね。それも実は辛いところでもあったんですよね。太ってること気にしてましたから、頑張って体重落として、この48キロより2、3キロ低かった時もあったんですけど、それでもお酒を飲んでるうちはなかなかむくみが取れなくて太って見えるままでしたね。それが断酒をしたら見た目的にもすっきりなったので良かったです。続いてお酒をやめてよかったことはこちら、お金が増えた。断酒をする前はお酒とかお酒に関係する出費が正直月3万くらいはかかってたと思うんですけど、それが丸々なくなったのでかなりの節約になりましたね。家で飲む分のお酒代もそうですし、外食するときは必ずお酒も頼んでましたから、その分高くつきますよね。飲み会に関しても1回3000円くらいはかかりますよね。しかも結構後輩とか誘って飲みに行くことも多かったので、そうなるとその来てくれた子の分も出すのでもっと行きますよね。さらに飲みに行くとカラオケ行きたくなっちゃって、それでまたお金かかって、しかも締めのラーメン食べたり終電なくしてタクシー使ったりもしてたので、一晩で1万円以上使ってしまうっていうことも多々ありました。普段は節約しなきゃっていう気持ちがあるんですけど、お酒飲むとそういうのも何も考えなくなっちゃって無駄に使いまくってしまっていましたね。その場が楽しいためだけの浪費というか、なんならもう酔っ払って記憶ないことに対してお金を払ってたわけなので本当にもったいなかったですね。
断酒してからはそういうお酒とかお酒に関係する出費っていうのが丸々なくなったので、口座にどんどんお金が貯まっていくようになりましたよ。続いてのお酒をやめてよかったことはこちら。時間が増えた。もともと断酒をしようって思った理由の一つが、お酒を飲むことによって時間を無駄にしてしまってるなって思ったからだったので、この時間が増えるっていうのは期待していた効果でもありました。結果圧倒的に時間が増えましたね。断酒前は5時に仕事終わったら家帰って夕飯の時に飲んで、その後もずっとネットとか見ながらダラダラ飲んで、酩酊状態になって寝落ちするまで12時くらいまで飲むっていうのを毎日続けてました。1日5時間ぐらいをお酒を飲むことに費やしてしまってたんですね。しかも休日は昼からとか朝から飲んでいたので、丸1日ダラダラして何も成し遂げられないまま終わってしまっていました。飲み会に関しても、ためになる話が聞けるとか何かにつながる人脈ができる飲み会ならいいと思うんですけど、良い子の場合、すでに述べた通り後輩を誘って自分が愚痴を言って聞いてもらうっていうパターンが多かったので、何の生産性もない時間だし、むしろ後輩の時間も奪って本当に申し訳なかったですね。さらに飲みに行くと一軒だけでは帰りたくなくなって、カラオケとか行ってしまうと、なんだかんだで6時間ぐらい飲みに費やして、そうなるとそっから寝て次の日昼過ぎに起きて、二日酔いで丸一日何もできなくなるから、一日半くらいの時間を失ってしまって、もう何やってるんだろうっていう感じですよね。断酒をしてからは家に帰ってもお酒を飲まずに読書とか自分のやりたいことに時間を当てられるようになりました。休日も朝すっきりと目覚めて、家のこととかをやって一日を有意義に過ごすことができます。お酒をやめたことで人生の時間が3倍くらいに増えたんじゃないかなと思います。続いてのお酒をやめてよかったことはこちら。 YouTube の登録者数が増えた。このよいこチャンネル、現在おかげさまで登録者数が13万人なんですけども、登録者数が増え始めたのが断酒をした後だったんですよ。こちらが登録者数の増加を示したグラフなんですけども、断酒後の方が増えてますよね。私の場合は YouTube だったんですけど、皆さんそれぞれ今頑張っている仕事とか取り組んでいる活動に置き換えて考えてみてほしいんですね。先ほども紹介した通り、お酒をやめて生まれた時間で読書をするようになりました。本を読んで、いろんなビジネスで成功した人の考えを知って、自分の YouTube に対する姿勢も変わっていきましたね。やっぱり世の中で認められるためには人の役に立つことをしなきゃいけないんだなっていうことが分かりました。まあ当たり前のことなんですけどね、それまでは YouTube やっててもそういう意識はなかったんですよ。もともと YouTube 始めたのも夫に勧められたからで、自分では何も考えずにただ言われたことをやってるっていう意識でした。それがいろんな本を読んでいく中で、どういうものが世の中の人にとって価値があるのかっていうのを考えたりとか、見る人の立場になって分かりやすく伝えるよう心がけるようになりました。あとはもっと具体的なところで言うと、私の場合は動画編集の本とか伝え方の本を読んで勉強しました。それに加えて、毎日二日酔いで作業するっていうことがなくなったので、動画制作のパフォーマンスも単純に上がったかと思います。もしお酒を飲んでいるせいで仕事のスキルアップに当てる時間が取れてないとか、二日酔いで仕事のパフォーマンスが落ちているなっていう方であれば、お酒をやめることで自然と状況が改善していって、自分が目標としている成果に近づけると思いますよ。お酒をやめてよかったこと、最後はこちらです。子供ができました。実は結婚して6年間子供ができなかったんですけど、断酒をしたのが2017年5月15日で、その翌年の5月にこの竹を妊娠していることが分かったんですね。6年間子供ができなかったのが、断酒をしたらちょうど1年で妊娠しました。お酒を飲んでた時はさすがに妊娠したらお酒やめれるかななんて思ってたんですけど、逆でしたね。お酒を飲んでるうちは子供ができなくて、お酒をやめてちゃんとした生活になって子供を育てられる環境になったからこそ来てくれたんですかね。お酒をやめなかったらこの竹はこの世にいないわけですから、本当やめてよかったですよね。ということで今回は
人生変わるお酒をやめてよかったこと5選をご紹介しました。お酒をやめたいけどなかなかやめられずにいるっていう方は参考にしてください。まずは1週間お酒をやめてみてください。もし毎日飲んでた方が1週間やめればもうそこまで飲みたくなくなるはずです。最初の 2,3 日は辛いですけど1週間だけ頑張ってみてください。そこからまた飲むのか飲まないのかを考えてもいいと思います。まずは1週間飲まずに過ごしてみましょう。この動画を見てくれた方の人生がいい方向に変わっていくことを願っています。この動画をいいと思っていただけましたらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。それではありがとうございました。